らはどちらですか？昇仙峡の、はい、秘境コースと呼ばれている場所の一番手前にあたる駐車場にやってまいりました、うん、はい、絶景秘境の秘境だね。あ、そう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 、楽しみ。うん、一応観光協会さんの方が指定している秘境コースになっていて、秘境コースって言うんだけど、うん、でもあの行程は15分ということらしいんですね。時間だけだったら、うん、時間だけで考えたらなんですけど、うん、秘境ってことは多分見て絶景も多分含めての秘境だと思うので、うんうん、ちょっと楽しみですよね、はい、どんなところか行ってみようと思います。行ってみましょう。ここ素敵。うん、なんだかんだ紅葉だね、色づいてる、ね、一つ目のトンネルを通過します。トンネルっていうからさ、うん、ちょっと暗くて怖い感じかなと思ったけど、あ、短いんだよね。ね、よかったよかった、うん、大滝橋、うん、あ、もうトンネルが見えてきた ね、2つ目のトンネルを曲がるから、はい、わ、むっちゃん、うん、すごい滝のような音がもうすでに、そうそうそう、している音がすごくて姿が見えないっていう感じで、うん、でも多分その辺だよね、うん、ということで、こちら、あ、もうここか、うん、行き過ぎるところだった。渓谷の入り口、板敷渓谷ですね。はい、パワースポットにもなっているんだね。はい、熊出没注意にもなってます。ほんとだ、名水百選、すごいね。ね、行ってみよう、うん、ちょっとね、熊出没注意ってことなんで、あの熊鈴を鳴らしながら今日も、うわー、おーおーおー、すごい、すごい、ゲロゲロ。この先に多分なんか橋があるんだけど、はい、必ず一人で渡ってくださいだって。いやいやいや、どんな橋なんだろう、ね、あー、これか、ほえー、じゃあ渡るよ、はい、おいでおいで、結構足元が濡れてるね。だから気をつけないとね。うん。うわ。揺れるんですよ、意外と。割と慎重です。うわ、すごいね。そうですね、綺麗がすごいってすごくない？ね、いいことだね、でも ね、 ちょっと今度は下り坂だよ。ちょっとね、滑んないように気をつけて、はい、むっちゃん、はい、あと 220m だって。あ、もうすぐだ。こっちの方を登っていくんだ。はい、あー、こういう風になってるのか。いや、むっちゃんすごいね、これ。あのね、うん、景色もすごいけど、道もすごい。何分ぐらい歩いてんのかな、でも。でも10分ぐらいだがね。あのね、うん、割とね、
歩きながら景色を見る余裕はないからね、時間感覚もない。そうか。滝で大滝っていうだけあってすごいね。もうちょっと近づいてる。うん。いやマイナスイオンがすごいね。ねえ。いやパワースポットってなんか分かる気がするよ。たちゃん賢くなれってやんなくていい。ああ。頭にあった。多分少し良くなった気がする。はい。でも滝つぼだからさ、っていうだけあって滝が落っこってくるところは丸くへこんでるんだろうね、あの感じだとね。あー、しぶきがすごいね。ねえ、しぶきこっちまで来るね。マイナスイオンバリバリだよ。さあ、むっちゃんどうだった？すごかった。やっぱ秘境コースだけあって、うん、ね。いやー、ほんのね、大したことないですけど短い距離なんですけど、十分こうアドベンチャーを感じられるコースなので、はい、ただ、はい、うん、もちろんちょっとそういうコースなので靴、うんうん、とか、もちろん半ズボンとかそういうんじゃなく、ちゃんと長袖、ね、長ズボンで来ていただければ大丈夫かなと思います、はいはい。あとやっぱね、足元ぬかるんでるから、うん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 、両手が使える荷物、リュックとかショルダーとかの方がいいかも。う、ね、うん、手にあんま持たない方がいいかなと思いました。そうだね、できればちょっと手袋があった方がいいのかもしれない。そうかもしれない。寒い時はね、うん、なと思いながらちょっと今日ここに来ました。はい、うんうん、あ、でもすごかった。ぜひ皆さんも来てみてください。はい、それでは今日のご視聴ありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。さようなら。